鳥取県の新規感染者1235人は保健所別で米子559人鳥取市477人倉吉199人です2日連続で1000人を超えていて昨日よりおよそ160人少なく1週間前と比べて70人少ないですが依然として感染が広がっていることに変わりはありませんクラスターは3件発生 県立米子工業高校で関係者15人が感染するなどしていて県内発生のクラスターは合わせて779件となりましたまた5人の死亡も確認されました鳥取県内の死者はこれで194人となりました一方島根県の新規感染者1086人は保健所管内別などで松江406人 出雲243人、浜田119人などとなっています昨日からおよそ650人1週間前からも890人近く減っていますクラスターは9件増田保健所管内の学校の寮で11人県大保健所管内の医療機関で7人松江保健所管内の障害者福祉施設で6人 松江市の高齢者福祉施設2カ所でそれぞれ26人の感染などですまた新たに4人の死亡も確認され累計は229人となりました両県ともに1000人台が続く感染確認島根県の担当者はインフルエンザとの同時流行に警鐘を鳴らしこんな言葉を口にしましたどうしても4年目を迎えてしまうと コロナ慣れしてしまう。このコロナ慣れそのものが逆にインフルエンザの流行を招いてしまうというリスクにもつながりますから、やはりここはまた引き締めていただいて。コロナ慣れ。丸山知事も今年初めての記者会見で、療養会場の自主的な感染予防を呼びかけました。7日間経過すれば、あの普通に戻って大丈夫だという誤解をされている方もおられますけども、そういうことではないと。 いうことについて改めて認識をしていただいて徹底をしていただくようにお願いをしたいというしてありますまた今週から学校が再開したことで今後家庭内でのさらなる感染拡大が想定されると注意を呼びかけましたこうした中今困った事態が 解熱鎮痛剤だったりとかあとは喉とか鼻の薬というのがなかなか入ってこないような状況が続いています新型コロナ第8波では感染者数が過去最多を更新し続けている状況解熱鎮痛剤や鼻や喉の薬漢方などの需要が高まり供給が追いついていないといいますさらに 今後、インフルエンザも同時に流行していくことによって、さらに解熱鎮痛剤だったりとか、そういう風邪の薬っていうのが、需要が高まっていくことが考えられます3飲料券ともに、インフルエンザも流行期に入りました。処方の量をちょっっと減ららしてもらってもよより多い患者さんにに行き渡るように 先生方に配慮してていいただいてますインフルエンザでは使えない解熱鎮痛剤もありますので、えっと、近くの薬剤師に相談してどういった薬を使ったらいいのかというふうに相談してもらったらいいと思います。